はいどうも、三度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は、先日6月の9日にドナルドダックの誕生日だったんですけど、今って東京ディズニーリゾートって休園中でグッズとかも販売がなくて、唯一ドナルドの誕生日グッズが売っているのがディズニーストアなんですけど、6月の12とか13だったかな、たまたまディズニーストアに足を運んだら、オンライン先行販売だったドナルドの誕生日グッズがストアの店舗に並んでいたので、本当だったらドナルドの誕生日ももう過ぎてるし、誕生日グッズいいかなと思ったんですけど、実物を見たら欲しくなったので、今回もはい約1万円分、8000円分なんですけど、ドナルドダックのディズニーストア限定誕生日グッズを買ったので、購入品紹介していきます。今回もたくさんあるドナルドの誕生日グッズからこれいいなって思ったものを厳選して購入しているので、よかったら最後までご視聴ください。まず1点目に購入したのが、東京ディズニーリゾートのドナルドの誕生日グッズではあんまり出ないジャンルだったので購入しました。これ珍しくないですか？誕生日グッズでドナルドの靴下が出ていたので今回購入しました。表の面が誕生日姿のドナルドで、サイズは長めのソックスになっています。黄色と白が、なんかドナルドの足が黄色で、白がドナルドの白い部分というか、ドナルドらしいソックスになっています。サイズは23から25センチで、値段もパークだったらだいたい700円から800円ぐらいするんだけど、ディズニーストアで買った今回の靴下は500円プラス税金なので、パークよりちょっとお安く感じます。次に購入したグッズは、この商品もパークではあんまり見ないグッズだったので購入しました。来年のドナルドの誕生日を自宅で祝いたいドナオタさんにおすすめです。ドナルドの誕生日を描かれているタンブラーを購入しました。デザインはチップとドナルド、ドナルドの誕生日ケーキとデールがいます。タンブラーの素材も固めの作りになっていて、ストローも固めです。なのでストローも洗って使い回すことができます。蓋を開けるのはこんな感じか。でも結構大きめの作りというか、普通のタンブラーより横に大きいので大容量で飲み物も入れることができそうです。このタンブラーで飲み物を飲めば、よりドナルドの誕生日をお祝いしてる感じがするかなって思ったので、今回タンブラーを購入しました。これ珍しいよね、グッズ。そして次に買ったグッズは、これも東京ディズニーリゾートのドナルドの誕生日グッズではあんまり出ないグッズだったので今回購入しました。ドナルドの誕生日当日の様子が描かれている T シャツを購入しました。はい、ということで今回は T シャツを購入しました。白 T シャツに表がドナルドのメインアートが描かれていて、裏面は特に何も描かれていないです。金額はちょっとお高めかな、2900円プラス税金で、男性と女性どちらでも着れるユニセックスになっています。今回購入したのは M サイズで、自分身長170センチでちょうどいいサイズに感じます。プリントがちょっと洗濯落ちそうな感じがするな、若干。けどこのドナルドの誕生日 T シャツのいいところは、特に2020年とか書いてないので、来年もしドナルドの誕生日当日にウッドチャックかグリーティングトレイル行けた時に2020とかの文字も入っていないので、来年行けなくても特に2020とか文字は入っていないので、再来年の誕生日当日でもこの T シャツ使うことができるなって思ったので今回購入しました。これ着てドナルドに会ったら、あ、誕生日ケーキあるじゃんって言って、すごいなんかドナルド勝手にケーキ食べそうかなって思うぐらいインパクトのある T シャツのように感じます。そして次に購入したグッズは、これは僕は画像を見た時に買うか悩んだんだけど、ディズニーストアで実際の実物を見て、わ、これは買いだなって思ったグッズです。世間ではかなり話題になっているエコバッグを購入しました。
エコバッグで今畳んでいる状態がドナルドの誕生日の様子が描かれていて、サイズも手のひらぐらいのサイズでバッグとかに持ち運べるサイズなんだけど、ここから中を開けてこんな感じ。あんなに小さかったエコバッグがサイズがかなり大きめのエコバッグに変わります。さっきの小さめのが内ポケットみたいな感じになるのかな。で、表のエコバッグの広げた状態のデザインが今回の誕生日グッズのメインアートで、裏面がめっちゃ可愛いんだよ。今回の誕生日のケーキが今出来上がったのがメインアートなんだけど、裏面が誕生日ケーキを作る過程が漫画のようなデザインになっています。このバッグのいいところは金額もそんなに高くない、700円プラス税金で、7月からコンビニも有料のレジ袋に確かなるはずだったので、ぜひディズニーストア行く機会があってエコバッグ欲しいなって思ったら、よかったら購入検討してみてください。もうドナオタさんにおすすめ、ドナルドとチップとデール好きな人にもおすすめかな。とっても可愛いデザインになっています。次に買ったドナルドの誕生日グッズは、僕はグッズの中ではよく買うジャンルのグッズです。普段使いにいいなって思ったので今回も購入しました。ドナルドの誕生日の様子が描かれているクリアホルダーを購入しました。はい、ということで今回もクリアホルダーを買いました。今年のディズニーストアのドナルドの誕生日のメインアートはチップとデールもイラストになっていて、サイズは A4 サイズで4枚セットになっています。メインアートからケーキを作るまでの一緒にチップとデールが作ってくれる過程までが描かれています。実際に開封したら裏面もそれぞれ違うね。最後のやっぱこの漫画のようなデザインが僕は一番好きです。普段のディズニーの短編集だったらチップとデールがドナルドにいたずらで卵を持って逃げたりするんだけど、今回はドナルドのケーキを一緒に作っているところがとても可愛く感じます。500円の金額で1枚じゃなくて4枚セットになっているところがとてもコスパがいいなって思ったので今回購入しました。どう使おうか悩むな、4枚セット。それでは次が最後に買ったグッズです。これもパークではあんまり出ないグッズだなと思ったので今回購入しました。皆さん、この箱なんだかわかりますか？最後に買ったグッズは誕生日ケーキを作っているドナルドのフィギュアを購入しました。ドナルドのフィギュアのサイズはぬいぐるみバッジと同じぐらいのサイズで小さめの作りになっています。今回のメインアートのケーキを作る途中が描かれてんのかな。てか見て、頭が動くんだよね。頭が動いてめっちゃ可愛いです。なんかドナルドの鳴き声ガガガガガっていうか、そんな感じがする。ドナルドのちょっと抜けてるところがこのフィギュアからすごい伝わってきて可愛いです。はい、ということで以上ディズニーストア限定のドナルドの誕生日グッズの購入品紹介の動画でした。今回僕が買ってよかったって思ったのはやっぱりエコバッグかな。メインアートも描かれてるし、工程も描かれてるし、小さめのサイズなんだけど開けたらかなり大きいエコバッグになるのもいいし、でもこのフィギュアもさ、3000円以下でこのクオリティで小さめのサイズで置き場に困らないところもいいなって思ったし、でもね、タンブラーも買ってよかった、あんまり出ないから靴下も出ないし、 T シャツもパークではあんまりドナルドの誕生日グッズというか出てないものが今回メインでは買ったんだけど、どの商品もそれぞれの良さがあって買ってよかったって思ったのと、来年はこの T シャツとか靴下とか、今年は休園の関係でドナルドの誕生日当日にパーク行けなかったんだけど、ディズニーストアの一部のグッズは来年誕生日当日パークが空いてたら使いたいなと思っています。
公式サイトの記載によれば6月12日頃店頭販売になっているみたいなので、在庫は数に限りがあると思うんですけど、今回ご紹介したドナルドの誕生日グッズで気になった商品があれば、よかったらディズニーストアにも行ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、 動画の概要欄あるので、よかったら SNS フォローお待ちしております。それではバイバーイ。めっちゃ動く、かわいいなドナちゃん。